くせただしは山形県出身の日本のプロスノーボーダー。1998年にプロ契約し、メインスポンサーをロシニョールとして活動をする。2003年に発売された DVD ボジトロンでは海外の世界トップレベルの選手たちに混ざり、トリを務めている。海外レーベル、そして海外のトップクラスの選手に混じって、 日本人スノーボーダーが出演するのは珍しく、ましてや鳥を務めるのは極めて稀である。2004年に業界最大手のバートンスノーボードに移籍。バートンやクライダーの最高位に位置するグローバルチームにアジア人で唯一在籍し、自身のシグネチャーモデルが世界販売モデルとして発売された。日本人として初の快挙である。バックカントリーを中心に撮影を行い、 海外のスノーボードビデオに多数出演。そのライディングスキルは、世界的にも高い評価を受ける。2006年にフィルムプロダクションハートフィルムズを設立。平岡明文、小西隆文と共に、カナダを中心にフィルミングする。ハートフィルムズというので5本 DVD を発売している2009年8月、ロメイン、JP ソルバーグ、DCP ラライダーがいる、 なう、Now, ボードに移籍をした。2012年現在、メインスポンサーはビラボン。プロスノーボーダー西田隆と親友関係にある。西田隆のブランド、メイビー・ EM には、伏施忠史も所属ライダーとして活動していたが、現在は脱退となっている。ちなみに、西田隆は山形市、伏施忠史は高畑町と両名とも山形県の出身である。 ありがとうございます。